あなたも着物美人に、着物と色で人生を豊かにする柴田智子です。私の動画では、着付けの仕方や帯結びのポイントなど分かりやすくご紹介しております。よろしかったら他の動画もご覧ください。励みになりますので、いいねボタンやチャンネル登録お願いいたします。今日は帯結び、振袖の帯結びをご紹介いたします。最近レンタルの帯が、化繊のものが多くなってきております。化繊のものは張りがありますが、お羽が作りにくかったり締まりにくかったり、体に沿わないというような、ものも結構多いです。今日はそのような、扱いにくい帯を使ってお太鼓系の帯をご紹介したいと思います。どうぞご参考にされてください。それでは始めていきます。帯は胴に二巻きし、手とタレを交差し、手を下に仮紐で押さえております。背中には三重仮紐を結んでおります。まずはじめにタレの際を開いて左側にお羽を取ります。片ひだを取り、肩幅の大きさにし、三重仮紐の、全てですね、3本一緒に左側に押さえてください。タレの際で、小さいお羽をですね、取り、そのままお羽の、ひだを生かして、はい、5、6センチぐらいの小さいお羽を取りましたら、三重仮紐の2本一緒に根元を三重仮紐で押さえてください。手先にお羽を取ります。手先は開いて左角を三角に後ろに折り込み、はい、角で手幅1つ、端で5センチのところで、はい、こちらは手幅1つのところに谷折り、山折り、谷折り、このようなお羽を取られてください。はい、これを輪ゴムで留めます。はい、できましたら、今作った輪の中にこのお羽を通されてください。はい、で根元をですね、キュッと一度下に引かれて、緩みなく締められてください。で、タレの際でもう一つお羽を作ります。はい、大体10センチちょっとぐらいの小さいお羽を作りましたら、三重仮紐で押さえてください。できましたら手先の、このお羽の、つながりですね、をなるべく、文庫形に、整えられてください。はい、できましたら帯枕をいたします。帯枕は交差し帯の上端に当ててください。ここに帯枕をいたします。はい、飾り帯当てをいたします。飾り帯揚げも枕もこの文庫に下がっているお羽の中に通されてください。できましたらあとはお太鼓を作っていきます。左の方にお羽がありますので、下は斜めにお太鼓底を作っていきます。枕から手幅1つ弱のところに帯締めを当てまして、はい、お太鼓底を決め、タレを上げてください。形付けですね、タレを斜めに、こちらのお羽は、文庫のように垂れてますので、この長さは長い場合は帯締めの上の方に上げて長さを調節しております。はい、お羽がなかなか沿わないので、お太鼓系ですっきりとまとめた帯型になります。これで完成です。いかがでしたでしょうか。結びにくい帯もお太鼓系にすることによってお羽のバランスが取りやすくなると思います。どうぞ結んで差し上げてください。あ
あなたも着物美人に。着物と色で人生を豊かにする柴田智子でした。ありがとうございます。またお会いしましょう。